これはタイベジタブルバナナですが、この苗は旧那覇バナナ園から仕入れたものです。那覇バナナ園ではおそらく飯塚社長さんがタイに行って直接苗を仕入れてきたんだろうと思いますね。現在では沖縄の R 庄司さんが苗を扱っていますが、時折完売とか書いてあって在庫切れの場合がありますね。それで苗の見方なんですが、この親株から出てきている大きい方の苗の新葉、この小株の中での一番新しい葉っぱを見ますと、ちょっと逆光になっているかと思うんですが、この葉心葉っぱですねの主脈、中緑とも言いますが、に大体は赤みがさします。これはタイベジタブルバナナ、あるいは R 庄司さんではクエワイと表示していますが、このバナナの種類だけに特徴的なものではなくて、いろいろなバナナに見られる朱色ですね。例えばこちらのオリノコバナナの小株、小株といってもだいぶ大きいですが、の一番新しい葉っぱの主脈を見ても赤みがさしていますよね。ちょっとアップしてみますけれども、確認できるでしょうかね。タイベジタブルバナナからもっと前に切り分けて1メートル半ぐらい離したところに路地植えしてあるタイベジタブルバナナの新しい葉っぱ2枚を見ても、私の加減がこのように赤みがさしていますね。こちらも赤みを確認できると思います。そして花茎を見ますと、葉柄のところにもある程度赤みがさしているのを確認できるかと思います。健全なタイベジタブルバナナの苗というのは、まあ、大体このような感じなんですね。これでそうですね、花茎が5、60センチでしょうかね。葉っぱは1、2、3、4、5、6、7、8、9。9枚ほどついてますね、これは。こちらの今親と一緒にいる小株も、葉柄、葉柄のところにやや赤みがさして、葉っぱは1、2、3、4、5、6、7、8、9、9
9枚ほどついていますね。まあ、バランスが取れていると思います。さらに小さな水芽が出てきていますが、まあ、これはほんの小さな水芽で、葉っぱが3枚のところで葉身の縁取りと、それから主脈のところに赤みがさしていますよね。まあ、これはあまり小さすぎて参考になりません。まあ、いずれにせよ、こう見た感じ、あ、これは健全な苗だなというのは分かる人には分かるんじゃないかと思いますね。花茎の高さと葉っぱの枚数のバランスが取れていないもの、まあ、例えば花茎が仮に30センチメートルぐらいあったとしましょう。そして葉っぱが2、3枚ぐらいしかついていないような苗は、できれば購入しない方がいいですね。もっといい苗が出てくるまで待つ方がいいと思います。それで苗の納品者から受け取った後、ショップで管理することになりますが、 R 庄司さんの場合には、前は旧那覇バナナ園から仕入れていましたので、ショップの方で管理している期間が、まあ3、4ヶ月というような表示が出ていたんですね。まあ、その意味はおそらく鉢植え、旧那覇バナナ園で鉢植えしたものが3、4ヶ月ぐらいの期間の間の苗という意味でしょう。仕入れてから3、4ヶ月したということではないと思います。要するに鉢上げした後3、4ヶ月ぐらいまでの苗ということなんでしょうが、まあ、私の方でちょっとクレームをつけたもんですから、その後は1ヶ月ぐらいの表記に改められたと思いますね。だいたい鉢上げしてから3、4ヶ月したら、そんな大きさであるわけがないという苗がたくさん出ていましたので、そんなバカなことがあるかと、ショップの方にちょっと苦情を入れたんですね。それで納品業者が入れた時には問題がなくても、いろいろなショップで管理している間に苗が衰弱してくるという場合がありますね。他には納品業者の方でショップに納めた時にもうすでに問題があったと、その2つが考えられると思うんですね。まあ、かなりバナナ苗を見ている人間だとわかるんですが、一般の方々の場合ですと、写真でショップが掲載している写真を見ただけでは、後から、ああこれは良くなかった苗だったと思っても、納品業者の方に責任があったのか、ショップの管理に問題があったのか、おそらく判別しにくいのではないかと思うんですね。まあ、いずれにしてもうまく成長しなかったら、そりゃ運が悪いということで諦めざるを得ないわけですが、まあいろいろな苗を買って、そうやって勉強しながら、いい苗だけを
選定して購入できるようになるんだろうとは思うんですけどもね。まあ何でも勉強ですから、まあ勉強にはお金もかかるわけですね。でもその勉強した後は目を肥やしていかないといけませんから、あまりひどい苗を何度も購入するような具は犯さないように気づきの目を養うべきだろうと思いますね。まあ、自分でいろいろなバナナ苗を栽培していて、栽培していればですね、まあ、これは健全な育成をしている苗とか、これはちょっと調子悪い苗だなとか、だんだん識別力がついてきますので、まあ、その後ならひどい苗を買うということはなくなりますが、まあ、そこまで識別力がついた頃にはおそらく自分で苗をだいぶ増やしてるでしょうからね。自分で切り分けた苗を相当数保持していることになるでしょうから、まあよほど珍しい品種でもなければ購入するということもなくなるとは思いますがね。まあいずれにせよ、納入業者の方に責任があるのか、ショップの方に責任があるのか、まあその辺の見極めはあまり経験がないバナナ栽培愛好家にはなかなか判別が難しいということですね。